皆さんこんにちは。そろそろ春物も入荷し始めたんですが、今年の春夏は何がトレンドなのかとか、何を買ったらいいのかって迷ってる方も多いと思うので、本日はウィメンズプレスのマッキーとまゆさんと、スペシャルゲストに樋口香織さんをお迎えして、春夏のトレンドを抑えたコーディネートをご紹介したいと思います。2024年春夏のビジュアルがもうご覧いただけましたでしょうか。樋口さんには今期のビジュアルを全部スタイリング組んでいただいてるんですけど、全部すごい可愛かったですよね。すごい可愛かったです私海で撮った時のやつがすごいお気に入りです。多分まだ見れてないと思うので、これから可愛かったですね、あれすごい私も好きですということで、今回はヤヌークのデニム7肩を使ったスタイリングを組んでいただきましたので、早速ご紹介していきましょう。はい、まず一方目は樋口香織さんに履いていただいているボーイズテーパードのアンです。アンは腰回りにゆとりを持たせているんですけど、裾はキュッとこう細くなっているボーイズテーパードのシルエットになります。ね、なんかトレンドとかのお話をしようかって考えてたんですけど、トレンドって言ってもいろいろあって、色だったりとか、それこそピンクとか、水色が多いなって思ったりとか、あと肌見せだったりとか、あとねデニムがとにかく多かったんです。だからデニムがトレンドって言ってもいいのかなと思って、とにかくここのいろんなデニムを履けばトレンドはもうすでに取り入れられるんじゃないかなと思います。コーデのポイントとかは何かありますか？少し深めの部位の、すごいシンプルなトップスなんですけど、ちょっと肌見せを拾い、このデニムの色とか形を生かしたかったので、なるべくこういうのにしたいなと思ってこういう合わせにしました。かわいい。でなんかちょっとアクセとか、ね、少しだけ持っていくと少し派手に見える。ターバンすごいかわいいです。あ、ターバンね、ターバンもなんかいっぱい出てましたね、今回カチューシャに続いて夏とかもよく見ますね。ありますよね、まゆさんにはスリムテーパードのルースを履いてもらってるんですけど、ルースはスキニーほどは細くないんですけど、程よいゆとりを持たせたスリムなシルエットになっております。これも割とシンプルなもの合わせでいっているんですけど、なんだろう、ポイント、ピンク、ピンク普段着ないこの色。あ、本当？私ピンク似合わないと思ってて。いやいやいや、ピンクはね意外と着やすいというか、そんなにこっぱずかしいものではなくて、なんか肌写りも綺麗じゃないです か、 なんか白だと少し派手だなって思う人もそこくらいの、あんまり濃くなければすごい着やすいので、あと色がピンクで甘い分、アイテムがスウェットでカジュアルなものを選ぶみたいなくらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。そう、ね、そう、これもあのちょっと合わせてピンクにするとなんか楽しいじゃないですかこれもなんかデニムだからこそこういう遊びがすごい馴染むというか、おしゃれしすぎてないけどちょっとしゃれてて可愛いのかなと思います。こういうちょっと大きめな、私のこれもそうなんですけど、緩めのシャツとかスウェットとかは普通にね、もちろん着ても可愛いんですけど、あえてまあ春だし手首、足首とかなんかあの女性の細い部分を見せるとより女性らしくで、見えてるところにここジュエリーとかを貼ったり、まあね、ネイルとかだけでも十分だと思うんですけど、あとこう耳したりとか、やっぱカジュアルなものの近いところには女性らしいものをしとくっていうのが、やっぱりなんか全体的に素敵に見えるかなと思います。このピアスめっちゃ可愛くないですか？可愛い、可愛いもう樋口さんの持ってるの全部欲しくなっちゃう多分今日のスタイリングも全部欲しくなっちゃいますよね結構いっぱい真似してますいつも続いてはストレートのルイーズです。ルイーズは膝から裾にかけてストンと落ちる王道ストレートのシルエットになります。これもすごいいわゆるすごいシンプルな形なので、これも本当に何でも合うんですけど、今年の
トレンドの一つで、まあ、なんかジャケットがすごいいっぱいあって、なんか私個人的にもジャケットってそんなに普段着慣れてなかったんだけど、なんかやっぱデニムとかね、カジュアルなものにこそジャケットはすごいね着やすいなって思って、特に春はこういうタンクトップとか合わせてすごいなんかちょうど良くないですか、なんかなんかヘルシーだしバランスがすごい、ジャケットはデニムと相性いいなと思って、中のインナーがカジュアルになればなるほどこう生きるというか、ジャケットがだからなんか古着の T シャツとかでもいいし、でこれここの白も可愛くて迷ってたんだけど黒にしてみましたが、白も可愛かったです。可愛かったですこのデニムがグラデーションっぽく使えるので、ちょっと黒でまとめて大人っぽくで、少し辛口にしたかったのでアクセサリーはシルバーにしてもらってって感じです。かっこいい、かっこいい、これちょっとへそ見えてるのが可愛いですね、うん、ちょっとなんか大人、ね、大人肌見せ例えばこれジャケットが短かったりすると恥ずかしいけど、ここが覆われてるだけで断然着やすくなるので、そういう意味でもインナーはねちょっとコンパクトでも上に来るものは少しオーバーサイズっていうのがいいかなと思います。私下半身にボリュームがあるからこういうので隠せるのも嬉しいです。あ、自分的に、ね、自分気になる人はね、うん、あるとないとでは全然多分見え方が違うと思います。あー、かわいい、かわいい、こうやって着るんだ、ね、めっちゃかわいいです。ドーラは膝から裾にかけてカーブになっているシルエットになります。今年も引き続きこのカービィね、ちょこちょこ見ますよね、うん、あまりにもすごいと難しいなって私は思ってたんですけど、これくらいだとすごいポイントになって可愛いですよね。少し薄めの色だったのでベージュとかがなんか雰囲気に合ってるかなと思ってこうしてみました。でこのデニムの形をやっぱなるべく綺麗に見せたかったので、今回はヒールにしていて、後ろのヒールが高いのがいいっていうよりも、この前が丸っこいよりもポインテッドになってる方がシュッと見えるから、足長としてはいいかなと思いました。もちろん丸っこいのでも可愛いんですけど、またこっちの雰囲気が全然違って見えるのかなと思います。このベストも結構多かったです。見てたらなんかジャケットの中にベスト着たりも可愛いし、まあ、こうやってシンプルに着てもいいと思うんですけど、私個人的にはベストをトップスっぽく着た方がなんかヘルシーでデニムには合うんじゃないかなと思って、ちょっと今回こうやってシンプルに1枚で着てもらい、で少しこの辺出てたり、着慣れてない方ってちょっと恥ずかしかったりするじゃないですかそういう時に自分が気になるところを隠す。私は結構ここが貧相なんで、さっきこういい感じに隠してもらえて、うん、なんか今はなんとなくくるっと巻いて適当にやったんですけど、こうするだけでこの辺気にならなくなるし、肩周りだけ気になるよっていう人は、肩が気になるとは言っても両方こう隠すんじゃなくって、片方だけでも全然多分着やすいと思うんですよ、うん、私はこの辺はこうね V を見せつつ、こう隠すだけでも多分ね急に着やすくなると思います。なんかやっぱあるとないって言ったら全然違いますよね。こうすると堂々とね、うん、着れるので、でもなんか肌結構出てますけど、ベストってすごい紳士っぽいアイテムだから全然あのいやらしさとかもないし、かっこよくむしろ着れるんじゃないかなと思います。じゃーん、かわいい、かわいい。ローライズストレートは今季トレンドのローライズになっているのがポイントで、ちょっと太めのストレートのシルエットになります。これはそのローライズを生かして肌見せのトレンドも生かして作りました。肌見せって言っても素肌をここで出して短いの着るっていうのも可愛いんですけど、やっぱ大人はねちょっと一個隠したくなるじゃないですか。確かに確かに。って時にあの上着てるけど中透けてるっていう、このこれが洒落てるんじゃないかなと思って、うん、なんかそんなにいやらしくはなく
シャレて見えないですか、うん、めっちゃシャレてで、あ、そうね、あ、どうぞどうぞ、どうぞ、あなんか個人的に私うどんが長いんでヨーライズが結構抵抗があったんですけど、なんかこれだったらこうちょっとその透けて見せつつインしてもなんか私の体型でも履けるかもっていう新しい発見をしました。でも分かります、ローライズって私もどちらかというとハイウエストが多かったので若干聞くと抵抗あったんですけど、これは言ってもそんなに全然すごい綺麗な、うんローライズなんだなって思って、で逆にこの一番ウエストの細いところがちょうどこうくびれて見える位置の幅なので、すごいローライズって言ってもこの肌見せとかにはすごいバランスが取りやすい点に無駄なと思いました。もちろんこれなんかインするのが苦手な人はアウトしててもね、あの透けてるからあのここやぼったく見えないし、それはお好きにどうぞって感じで私はあのミニマム見せたかったのでインしてもらったんですけど、であとはなんかちょっとこういう上からジュエリーをしたりとかするのも一つのポイントです。でなんかあんまり華奢じゃなくて少し大ぶりなパールをしてすごいバランスがいいかなと。ちょっとデニム太くなれば太くなるほどやっぱカジュアルになるじゃないですか。そういう時にあのデニムとパールの合わせがすごい生きてくるかなと思う。このちょっと真逆の発想というか太いデニムにパールっていうのが個人的には好きなのでつけてみました。太いデニムだからこそ足元はなるべく華奢なもの、ヒールの華奢でもいいしスニーカーの華奢でもいいんですけど、このペタンコなんですけどここの肌が見えてるか見えてないかだけでも全然パッと見の印象が違くって、なんかここがボリューミーだとこっちの太さが生きないので別に合わなくはないんですけど、華奢な靴の方がこの太めのデニムは生かされて綺麗に見えるかなと思います。はい、全然印象変わりますね。ね、真っ白、新鮮。ターバンとかねあんまりつけたことないんで。出てましたよね、はい、全然似合うし大丈夫ですか。めっちゃ似合ってます。ジョーンは全体的にルーズなシルエットなんですが、ウエストはしっかりとキュッと入ってるので女性らしく履けるルーズシルエットになります。今言った感じの女性らしく見えるので、あえてデニムにスニーカーって結構難しいって聞くのでちょっと一個今回言ってみたんですけど、割と長めのシルエットにはスニーカーはすごいハマるんじゃないかなと思ってて、スニーカーの時のポイントはなんかこういうオーバーサイズというかメンズライクなものだけど少しポイントで首元とかこういうアクセサリーとかをして女性らしいところは作りつつ、あとなんかターバンを思い切って動かしてもらったんですけど、真っ白コーデって春夏でなんかしたくなるコーデだと思うんですけど、これがあるかないかだと締まりポイント、うん、面積がね黒のここにあるだけで、はい、うん、ね、意外と印象だし意外とこのメリハリがつく、ターバンのかぶり方もシリそう、なんか付け慣れてない方は多分どうしてもお風呂上がりのとか顔洗う時用みたいなイメージだと思うんですけど、個人的にはこれが耳を半分隠すだけでちょっとファッションっぽく見えると思うんです。買いに行きます。シャツはきちんとしたアイテムじゃないですか、なのでどう崩してもきちんと見えるものなので、だってこれベルトループに入れてるんですよ。なるほどって思っちゃった。まあ、このまんまでも可愛いされてると思うんですけど、インするとこの辺がもたつく時あるじゃないですか。なんかちょっとここに入れたりしてちょっと隠す。なんかこれが見えてると懐かしい感じの見え方なんですけど、その結び目をちょっとピッて隠すだけでも、でなんかちょっとこれで斜めになってるところとかも可愛いのかな。そうですね、なんか後ろの全部をこう隠しちゃうのもかっこいいんですけど、こういうオーバーサイズのものの時に後ろのどっかをインしてするとこの一番長い部分が少し見えるだけで足が長く見えるというか、すごい、すごい、自分でこうやってちょっとピッて入れたりすると横を入れてもいいし、横を入れるとここが長く、ね、全部入れちゃわないのがね、す
すごいシャツも欲しくなる、何でもいい何でもいいって思ったらすごいなんか合わせやすくなりますよ ね。かわいい、かわいい、ブーツカットは裾に向かって広がってるシルエットなんですけど、開いちが高く設定されてるのですごい美脚に見えるシルエットになります。マッキーに合ってる、マッキーに合ってる。これもなんかある意味トレンド関係なくできるスタイルというかなんですけど、春になるとこういう甘いブラウスいっぱい出てくるので1個使ってみたんですけど、ちょっとヴィンテージっぽくしました。であえてその美脚のシルエットは綺麗なのでインしてもいいかなと思ったんですけど、アウトで着てみてもらいました。すごい女性らしいブラウスじゃないですか、うん、それを甘々になりすぎないコツみたいな、パッと見色が薄いデニムの方がこういうの合わせると甘くは見える、すごい甘く可愛らしく見えたい人は薄い方がいいし、その人によりますけど、私とかは例えばじゃあこれを着ますって時は多分アクセはほぼほぼしないです。それでスニーカーとか合わせて着るかな。女性らしさはこれに関してはいらないかなと思ったので、ここも詰まってるじゃないですか、なんでここもあえてその肌は出さずにブーツに。さっきと逆かも。さっきはスキ感とかローライズ履いてた時は足見せるってなったけど、今回逆に詰まってあんまり見せてない。ここで本当に肌が見えてるとまた全然違って見えると思います。でもそれは自分がやっぱ履いてみてちゃんと鏡を見ての印象で決めていいと思います。なんかこれじゃなきゃいけないっていうのもないし決まりはないので、なんか自分がこれ可愛いなって好きだなって思う風に仕上がっていけたらいいと思うんですけど、でもそれは本当鏡を見ることが大事かもしれない。見ましょう。樋口さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか真似したいポイントいっぱいありましたよね、うん、どのコーデが好きとかありますか。ピンクの最初のピンクのスウェットのも好きだし、でもこれもこれも可愛い、めっちゃお似合い、全部お気に入りっていうか真似したいんですけど、ローライズが私本当に自分の体型的には苦手意識があったから、あの着方だったらすぐ真似できるなっていうのは、確かにデニムは何でも合わせやすいから、ぜひつけてみたいものとか着てみたいものを合わせてみてください。そうするとすごい楽しいと思います。なんか気分も変わって、うん、とやっぱデニムだとうまくまとまると思います。見てくださってる皆さんもこのコーデ好きとか真似したいとかあればコメントで教えていただけると嬉しいです。それではこの動画がいいと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ、バイバイ。こちらも真似したいんだけど、うまい。あとなんかさ、できないか、こうやってですか、できないか、こうやってバイみたいな、え、どういう、じゃあアレンジしだしも